ハレルヤ。私たちはこの一年を終えて、まもなく新しい一年を迎えようとしています。今この時、私たちに求められていることは何でしょうか。まずはこの一年に対しての感謝を神様に捧げるということです。そしてもう一つは、新しい一年に向けて希望を持つということです。今年一年間は皆さんにとってどのような一年間だったでしょうか。約この2年間は新型コロナウイルス感染症のために本当に大変悩まされる時でありました。ある意味多くのものを奪われて、そして削ぎ落とされるようなですね、そんな思いをする毎日だったのではないでしょうか。ニューノーマル、ウィズコロナという言葉に表されるように、これまでの常識が常識として通らない新たな考え方を求められました。大変居心地の悪さを感じることもあったと思います。しかし、私たちの信じる神様は、私たちに一番必要なことを行われる神様です。私たちのことを一番よく知っていてくださって、そして私たちに一番良いものを与えてくださる神様です。旧約聖では、今年一年間、主によって練られ備えようという標語を掲げて励んでまいりました。本当にこのコロナ禍での歩みは、主の手によって、練って練って練り作り変えられる、そのような日々であったのではないでしょうか。私たちが神様の清さをいただき、麗しいものとされる。そのために神様は私たちを練られるのであります。今日は旧約聖書の詩篇の30編を見てみたいと思います。30編の2節以降にこのようにあります。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく、私を引き上げてくださいました。私の神、主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。と書かれています。ある意味、新型コロナウイルス感染症には、敵が攻めてくるような思いにさせられました。恐怖感に駆られるとき、私たちは叫びました。叫ぶ私たちを主は引き上げてくださった。そうした経験をしたのではないでしょうか。6節を見ると、ひととき、お怒りになっても、命を得させることを身旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださるとあります。実際コロナ禍で先が見えない時に、私は本当に朝はやってくるのだろうか、明日はやってくるのだろうか、そんなふうに思わされたことがあります。私はいくつかの基礎疾患を抱えていますので、実際にコロナウイルス感染症にかかった時には、回復は難しいのではないか、そんなふうにも思っていました。しかし、私たちは、新しい朝を迎え、来る日も来る日も、新しい朝を迎えて歩んでくることができました。7節、平安な時には申しました。私は常しえに揺らぐことがないと。主よ、あなたが身旨によって、砦の山に立たせてくださったからです。しかし、御顔を隠されると、私たちはたちまち恐怖に陥りました。私たちは困難な時に、神様、主よ、叫び求めますけれども、実際その苦しみが通り過ぎていった時に、喉元過ぎればではないですけれども、本当に良い状況になっていくと、神様を離れて、時に自分を中心に置いてしまうことが
ないでしょうか。9節に、主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみを乞います。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。あります。どのように私たちは神様に乞い、願い求めたでしょうか。本当にこのコロナウイルスのことでは、神様、神様、本当に呼び求めたと思います。11節、主よ、耳を傾け、憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。私たちのそうした叫び、祈りに神様が答えてくださるのです。12節にこのようにあります。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました。嘆きを踊りに変えてくださる神がいらっしゃる。なんと素晴らしいことでしょうか。今まで当たり前のように過ごしてきた毎日毎日、それが一変して、あらゆることが制限されて、今までどれほどの恵みを受けていたか、本当に痛いほどに知らされたと思います。それだけに、改めて一つ一つを大切に考えるようになったのではないでしょうか。私たちの礼拝もその一つでした。顔を合わせて挨拶をして、共に賛美をして共に祈る。そうしたことを当たり前のように私たちは行ってきました。実際に礼拝が中止されて、そしてオンラインでの参加しかできない、インターネットを通してだけでも参加できない、そんな時がありました。その時に、これまでの礼拝の恵みがどれほどありがたいものか、本当に痛いほどに知らされました。それほど私たちはこのコロナウイルス感染症のことで悩みましたが、神様の恵みを深く考えることができるようになったというのも実際です。13節、私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。私たちがどんなに辛いとき、悲しいときにも、黙り込んで沈黙してしまうのでなくて、主は悲しみを喜び、踊りにと変えてくださって、そして私たちが主を褒めたたえるものとして作り変えてくださるということであります。とこしえにあなたに感謝を捧げます。まだまだ先は見えません。オミクロン株による感染の拡大も増してきています。そのような中にも、新しい朝をくださる神様に、心からの賛美と感謝を捧げていきたいと思います。旧西軍では、新しい年、2022年、私たちを救われる神という標語を掲げて、一年を歩んでまいります。マタイによる福音書の14章には、水の上を歩いて、溺れかけたペトロを助けたイエス様のことが書かれています。14章30節。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえとあります。今のコロナ禍での私たちは、まさに溺れかけているペトロのような状態とも言えるでしょう。主を助けてくださいと叫ぶときに、すぐに手を伸ばして捕まえてくださるイエス様がおられるのです。新年に向けて、オミクロン株の感染増大は気にかかりますが、私たちが叫ぶときに、いや、叫ぶ前から必ずや手を伸ばしてしっかりと捕まえてくださる神様がおられることを確信し、そして希望を抱きたいと思うのであります。新しく迎える年がお一人お一人にとって、
神様の豊かなお恵みに満たされる年となるように、神様の御祝福をお祈りいたします。では、お祈りいたします。真なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは、この過ぐる2021年、本当にいろいろな経験をさせていただきました。時に悩み、苦しむこと、悲しむこと、たくさんありました。けれども、主が常に引き上げていてくださる、その恵みを数えることができました。心から感謝をいたします。どうぞ私たちの心を、あなたは、練って練って清めようとしてくださいます。本当に主の清めを受けることの恵みを、心から感謝をしたいと思います。新しく迎える2022年、どうぞ私たち本当に誠の主に希望を持って歩むことができるように、主は救ってくださる、そのことを確信して進むことができるように、どうぞ新年、良いスタートをさせてくださるようにお願いいたします。主の御言葉の恵みを心より感謝します。お一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますように。尊き救い主、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。